はい、皆様おはようございます。本日はアラサーバレリーナがガムザッティ様になるまでということでお化粧していきたいと思います。まずは髪の毛をまとめて下地から塗っていきます。使用するのはコスメデコルテのサンシェルター2番です。今回踊らせていただく3幕のバリエーションは、お衣装がセパレートタイプ、生足で踊るのでお顔だけが白く浮かないように普段化粧のものを使います。点でお顔全体にのせたら指の腹で伸ばして、塗り残しのないよう細部までしっかり塗り込みます。この後ファンデーション、パウダー、アイブロウ、鼻立て、ポニーテールまで進むのですが、動画データが飛んでしまっております。なので次のカットから突然進みますが、あしからず使用コスメのみお先にお伝えしておきます。これらを使用して次のカットのお顔が完成します。はい、こんな感じ。鼻立てにはチャコットのパレットに入っている薄いブラウンを使用しています。続いてはアイシャドウ、おなじみユーアグラムです。一番濃いブラウンを目のくぼみに合わせてがっつり入れていきます。ここで遠慮してしまうと結局後々足していくことになるので、ちょっと入れすぎかなと思うぐらいがっつりいっちゃってください。アイラインなりつけまつげなりで中和されちゃうので、あんまり気にしなくて本当に大丈夫です。はい、こんな感じ。続いてアイホールにハイライトを入れます。後でもう一度ハイライトを入れるのですが、下地感覚で一旦こちらです。はい、パチン。続いてディオールのサンククルール879番です。目の下の三角ゾーンに入れていきます。こちらのアイシャドウはゆうなちゃんメイクの時に使っており、良いお色味だったので購入してみました。その時のメイク動画のリンクを概要欄に貼っておきますので、まだの方はぜひご覧ください。少し深みを出したいので上から濃い茶色を足していきます。上まぶたにがっつり入れていたのと同じお色味です。深みが出ていい感じ。お次はこちらセザンヌのハイライトです。先ほど入れていたアイホールに重ねていきます。ついでに眉尻の下にもハイライトを入れます。こんな感じの仕上がりです。さあ、アイラインを引いていきます。目頭から目の上、最後に外に伸ばしていきます。奥二重の線が残っているので結構しっかり描いていきます。反対の目もこんな感じで描けました。遠目でチェック。やっとつけまつげに入ります。こちらは大好きな先輩におすすめしていただいたこちらのつけまつげです。ご覧の通り程よい長さと束感があり、目元がパッと華やかになります。はい、パッチーン。いいですね。一気に完成に近づきます。つけまつげ大好き。反対もしっかりつけまして、はい、パッチーン。毛先の上がり度合いを調整しまして、いいですね。強そうな女になってきました。次は下まぶたにハイライトを入れていきます。白目拡張大作戦でございます。少しのことだけど大事。はい、両目終わりました。お次は下まつげに取り掛かります。今日は下のラインを描かないので、しっかりビューラーをしてマスカラを塗っていきます。マスカラは愛用しているヒロインメイクです。ブラシを左右に揺らしつつしっかりと塗っていきます。何回か重ねて塗るとしっかりしてくるのでおすすめです。両目塗ったらこんな感じ。
チークはこちらの明るいピンクでいきます。今回踊るバリエーションで笑うことはないのですが、一応ほっぺの高いところにチークをのせていきます。あとは血色を良くするために顎、おでこにもささっと塗ります。割れながらなかなか良い仕上がりです。そしてなんといってもこちら、反射がすごい美女バレリーナにいただいちゃいました。ボビーブラウンのラメのシャドウです。目頭、涙袋、そして本日はアンコール公演ということで、カットクリース風にもラメをのせていきます。まつげの隙間からキラッとすると可愛くてテンションが上がるのでおすすめです。全幕やコンクールの時はあんまりラメを使わないのですが、今日だけは特別に。もうめっちゃキラキラで可愛いんですけど、カメラでは伝わらないこの輝き。やっぱりキラキラって可愛いですよね。寄っては見るもののあまり見えません。残念。はい、気を取り直してメイクキープミストを浴びていきます。お肌がしっとりするぐらい吹きかけてしまいます。そしてリップはチフレの280番です。こちらメイクさんにおすすめしていただいて、濃い色リップの時は必ず使っているのですが、どうやら廃盤のようで、めっちゃいい色で気に入ってるのですが、なくなったら似た色を探さねば。しっかり縁を取りながら塗っていきます。パキッとしたカラーはなんだか身が引き締まりますね。微調整を重ねまして、はい、メイク完成です。目を閉じると左右のアイラインの幅やまつげのつけ方が違うのがよくわかりますね。さて、ここからはちょっと番外編。ティアラをつけてお衣装を着るところまで写してみたいと思います。このティアラは3つのパーツに分かれているので、1つずつ丁寧につけていきます。回転が多いバリエーションなので、ずれないようにしっかりと留めていきます。おでこの部分が浮いてこないように生え際にもピンを刺していきます。角度が悪かったら頭皮がめっちゃ痛くなるので、頭のカーブに沿うようにピンを刺すのがポイントです。ちなみに毛流れに沿っていうピンを、流れに対して横向きに編みピンを刺すとしっかり留まります。はい、こちら2つ目です。時間がかかるので動画は少しカットしちゃいます。はい、こちら3つ目も今頭に乗りました。豪華でいいですね。見えない部分は指先の感覚を頼りにピンを刺しております。このティアラは幾度となくつけてますが、なかなかピンが刺さらない。複雑なティアラはつけてもらうに越したことないです。良い子の皆さんは近くのお友達や先生にお願いするのをおすすめします。おっと、ここで険しい表情です。どうにか無事に完成しました。緩みがないかしっかりチェックしていきます。後ろも高さが合っているかチェック。微調整しまして、
やっと完成です。アクセサリーも付け替えてお衣装を着たいと思います。はい、今回はこんな感じで完成です。それでは行ってきます。